第9レースセミファイナル、進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。角から4号艇の黒柳、今週のトップスタートを切っています。レースは一周一幕です。角からまくっていく4号艇黒柳、外2号艇の三島、差しを狙っては6号艇の山下、インから1号艇中澤、バックストレッチへと抜け出します。先頭は4号艇の黒柳が優勢、リードは2艇身です。2番手争いが焦点、1号艇中澤の外に2号艇の三島、内側から6号艇の山下、スタートは前提正常です。一周2マーク、トップで4号艇の黒柳が旋回、2番手争い、差しを狙ってくる2号艇三島、3番手が1号艇の中澤でホームへ取り返しています。三島の差しですが4号艇黒柳に届くかどうか、アウトコース4号艇黒柳、インコースに2号艇三島と並んでいまして、2周の1マークです。先頭争いは抑え込んで4号艇の黒柳、外を握った2号艇三島、2艇が流れて内側から1号艇中澤の差しが届いています。先頭逆転、1号艇の中澤和志、2番手に2号艇の三島。ダッシュ勢結構踏み込んできてたみたいですね。ご自身見え方はどうでした？まあいいの言ってはいたと思ったんですけど、はい、もう先には回れないなと思って。はい、さあ1マークは4番、それからさらに外2番がまくってくる展開になりました。はい、回り心地っていうのはどうでしたか？悪くないと思います。はい、はい、このあたりっていうのはこうワンチャンスまだ、いやもう、うん、もうここで、はい、あとはちょっと当たんないように、まあちょっと5番見てたんですけど、はい、ええ、なんかおやおやと思って、はい、やっぱり流れは大事ですね。そうですね、ついてますね。はい、明日作業何か考えてますか？自分も2度とかしてみたいんですけどしたことないんでいつも今ちょっと考えます。はい、現在北東の風が5メートル、川の流れ下げ潮10センチ、ホーム側向かい風向かい潮に変わっています。進入内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。インから1号艇田村、1人抜けたトップスタートを切っています。レースは一周一マークへと向かいます。逃げる1号艇田村、差しを狙って2号艇坪井、外を握った3号艇赤坂、バックストレッチへと抜け出します。先頭は押し切りました。1号艇田村貴信、早くも独走態勢です。2番手争い、インコース2号艇坪井、アウトコースが3号艇赤坂、2艇進行法5号艇派の6番4番と追走、スターター前提正常です。一周にマークトップで1号艇田村が旋回、2番手2号艇坪井、内側から差して3号艇赤坂でホームへ取り返しています。結構タイミング踏み込んでたみたいです。はい、ちょっとスタート展示を信じてね、はい、スタート練習はもうすんごいフライングとすんごい遅れたのとあったので、なんかスタート展示の感じが一番呼吸が合いそうやったんで、はい、ちょっと今日ずれてたかもしれないですね。はい、1走目よりは格段に良くはなってるんで、江戸川にしてはまだ乗りやすいのかな。ちょっと展示とかはね、ちょっと全然乗れないんで、はい、ちょっとゆっくりめに回ってますけど、はいはい、本番はこれぐらいの水面ならば、はい、これでファイナル2年連続進出ということになりそうです。え、相性がいいんですかね。あとはもう枠番、アミナマシンはね結構得意なんで、はい、日頃の行いも大事だと伺っております。そこも間違いないです。そうですか、はい、